サム・スニードは、アメリカ合衆国、バージニア州、アシュート出身のプロゴルファー。本名は、サミュエル・ジャクソン・スニードという。同じ1912年生まれのベン・ホーガン、バイロン・ネルソンと並ぶ偉大なゴルファーであり、1950年に年間11勝を挙げるなど、プロゴルフの歴史に残る数々の記録を残した人である。身長180センチメートル。 体重 86kg。サイドサドルスタイルと呼ばれる、パターを正面に構え、ボールを押し出すように打つ、独特のパッティングフォームが特徴。PGA ツアー通算82勝。メジャー大会では、マスターズ3勝、全英オープン1勝、全米プロゴルフ3勝を挙げ、通算7勝を獲得したが、全米オープンだけは4度の2位で止まり、キャリアグランドスラムは達成できなかった。 しかし、ツアーのあらゆるタイトルを総なめにしたその偉業から、スラマーと呼ばれる。1974年に世界ゴルフ伝道が創設され、スニードは直ちに伝道入りを果たす。シニアツアーでも長い競技経歴を築いた、彼は最晩年まで元気な姿を見せ、2002年のマスターズでも始球式を務めた。しかし脳梗塞の病状が悪化し、 2002年5月23日に89歳で死去。90歳の誕生日を4日後に控えた死だった。太字はメジャー大会優勝。ソース、ノート、ディスリストイズインコンプリート。ありがとうございます。